にちは、こんにちはということで、ね、ここどこやねんっていう話なんですけども、ここどこなんですかね。ちょっと高木店長出てこないかな。高木店長出ないですか、はい、出ないですかでっかそれ何ですか、何ですか、マイクがね、はい、あ、タコタコってやってますけどね。どうもこんにちは。2週間ぶりぐらい。どれぐらいなんですかね。前ね、寝屋川みなみにね、はい、ちょろっと出ていただいて、まあ、あの時は奈良の宣伝やったんですけどね。そうですね、はい、まあ、今回はなんと4月からこの JR 奈良駅前店にこうね、あの木曜日各週で放送が始まるということで、ニコ生が来たぞーい。森口さん一応各週ということで、まあ、今回4月の9日と16日がこの JR 奈良駅前店の放送になりますので、はい、あの4月9日が JR 奈良駅前店のたこ焼き店長デビューということで。デビュー戦ですね。いやおめでとうございます、はい、いや出たがり店長って言ってますけどねあたこ焼きと言ってますけどね。いやたこ焼き店長大人気ですね。 ありがとうございます、はい、花粉症なのと言ってますよ。ええ、ちょっとアップしてもらっていいですか。ちょっとねアピールしてあげてもらっていいですか。いける、まあ、あんまり意味はないんですけど。意味はない、まあ、ちょっとこう口かいてみて、はい、なんか俺普通に出るかどうか迷ったんですよ。あの、あ、野崎とはまだ違う、ね、カラーで行こうか迷ったんですけど、やっぱこうなっちゃって、はい、やっぱこれで、じゃあもうそろそろ歌舞伎兄さんとか出てきそうですけどね、はい、ということでね、はい、まあ、JR 奈良駅前店も始まるということで、今日ね、一応ちょっとあの回線チェックだけさせてもらおうかなと思って来たんですけど、はい、まあ、あの高木店長がテスト放送したいと言われてるので、はい、じゃあ一緒にやりましょうかということで、この時間からちょっと始めることになったんですけどもね、うん、マスクマンかと思ったらただのマスクしてる店長やった。そうですね、事務員さん書いてくれたんですか。あ、事務員さんなんかね、はい、あのさっき噂によると ここのね、事務員さんニコ生大好きということで、めっちゃ見てるみたいです。なんかね、コメントもいっぱいくれてたみたいでね。皆さん、あの決してならならって言ったら私じゃないですかこれだけはさっきここでそうそう、あ、こんにちはってね、奈良市民だよ、ご飯作りながら見てる、ありがとうございます。いや、この方ね、奈良なんで、あの奈良駅前で始まって嬉しいっていうのを言ってます。ああ、すいません、はい、ぜひあの遊びに来ていただけたら、高木店長いますのでね。勝ち取りましたね、勝ち取りました。だってね、あの勝ち取ったのか滑り込んだかまあ、あの奈良駅前もね、無事あのニコ生できると、回線チェックも OK ということで、まあ、できそうなので、はい、始めることは可能ですね。外明るいなということで。そうですね、まだ夕方ですかね。今まだ5時半なんでね、はい、もうだいぶ日も明るくなりましたけども、まあ、奈良ね、来てもたこ焼き店長2週間ぐらい、3週間ぐらい、11やから、そう、20日、そうですね、1、2、3、もう3週間ですね。どうですか、奈良。いいとこですね。いいとこ、夜静かですし。ああ、そうですね、うん、まあ、ちょっと大阪みたいにはガチャガチャはしてない感じですけどもね、うん、まあ、あとこの来る途中で電車乗ってきたんですけど、はい、まあ、桜がもう、そうですね、咲いてますね、咲いてて、なんか景色がいいところだなと思いましたけどね、うん、お店の横に三条通りってこう、はいはい、商店街じゃないですか、はいはいはい、通りがもう綺麗になってて、昼間とか結構外国の方とか、まあ、観光客の方とかね、うん、駅前もなんかね、すごい、観光客の方多くて、はい、この辺やっぱ観光客、観光のなんか名所みたいなのあるんですよ。でも奈良公園もそうですし、はい、春日大社、はいはいはい、そうね、あとは僕まだ行ってないんで来て3週間なんでね。そうですね、はい、まあ、あのちょっとね、お休みもちょっと ないというかね、まあ、あのお仕事とちょっと量も多くっていうふうにさっき言ってましたんでね、はい、まあ、歴史のある街やと思いますね。行きたいところあるんですか、どっか行きたいところ。いや、まだでも奈良公園も夜中しか通ってないんでちょっと閉まってますけどね、はい、しか見れないですけどね、しか、うん、なんかの高木店長 LINE のプロフィールがそう、奈良で大仏に変わったんですか。もう奈良に行ったから以上、奈良県民になったんでなるほど、はい、大仏に染まったということで、はい、こんにちは、そういえばうまい棒はどうしましたかということで、最後の放送ですかね、はい、野崎縄手の、まあ、あのみんなからうまい棒多分100本以上あったんじゃないかなと思うんですけど、うん、あれ全部結局どうなったの。これ食べました。あ、食べたんですか。スタッフの子も食べてもらって、はい、結構な数ありましたけどね、いや全部食べたってことで、ね、まあ、あれはみんなが仕組んで持ってきたっていう風に言ってましたけどね。そう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 、いや絆システムね、最後見れてよかったですけどね、はい、こんにちは、仕事早く終わったので見に来ました、ね、ありがとうございます。じゃ あのこの兵庫の北の方ね、気候の巡りしてはるんですよ。あの北の方、田島、ね、どこやったかな、朝子、ああ、和田山とか、多分あっちの方やと思うんですけど、かなり遠いところから。僕は豊岡で店長デビューですかね。そうですね、うん、あの兵庫の北の方はちょっとご存知かもしれないですね。
あの JR 奈良駅前店も放送始まるんで、よかったらね、ぜひ遊びに来てくださいね。たこ焼き店長いますんで、うん、この間ちょうどあのゴルフの懇親会されてたじゃないですか、はいはいはい、あの時に確かね、あのこの方巡ってたんですけど、あ、そうなんですか、いなかったじゃないですかそうです、ほとんどいないですね。そうそうそう、だから残念であったってことで、森口ね、最後来ていただいて、はい、あのご挨拶させていただいたんですけど、ね、朝ご、朝ご、何やったっけな、朝ご、有名なありますね、太鼓弁当、太鼓弁当、それ初めて、太鼓弁当、太鼓弁当、僕よく行ってました、美味しい、リーズナブル、リーズナブル、はい、あの洋歌と和田山の間のところにあるんです、太鼓弁当。あ、そうなんですか、へえ、あ、太鼓弁当あるんですか、今日の来た方教えてください。私、朝ごってあの竹田城ですか、竹田城、はい、ですよね、有名やな、そうですね、竹田城もそうですし、はい、イオン、でっかいイオンイオン押すねねえ、好きこうなさん、イオンと何かあんのかって言われそうですけどね、あ、奈良店にも素敵なキャラのスタッフいますかって、あ、いますよ、なんかあのさっきご挨拶ね、何人かさせていただいたんですけど、はい、俺はちょっとロックオンしてる人2人ぐらい見つけましたけどねちょっと面白そうなキャラクターの方いらっしゃいましたけども、なんかね、まあまあ、事務員さんもね、結構面白い方 で、あの、ヘビーニコ生ユーザーっていうふうに聞いてますんで、もしかしたら放送ね、出ていただけるかもしれないですね。結構ね、あのスタッフの方もニコ生はいろんな店も見られてるみたいで、なるほど、いや、はい、ありがたいですけどもね、まあ、その辺でこう輪が広がるというか、高木店長もね、だから決して、ならならって突っ込んでるのは僕じゃないですか。そうそう、あの実は事務員さんだったっていうね、さっき暴露話いただきましたけどもね、僕はあの速度制限かかってるんで、そうですね、ちょっとギガの、 あの店長集結以降を一切ニコ生見てないらしいですから、そうそう、見てないんですよ、ギガ制限かかって見れないらしいんで、でその間ドコモにも行きましたから、ね、ドコモでポケット Wi-Fi 聞いて意味わからんの帰ってきたっていう、でお姉さんにね、ちょっとツンデレな対応されて、はい、ちょっと1時間ぐらい待って帰ってきました、はい、何もせんと、何もせんとで悔しくて帰ったということでね、まゆみさん、パパとこ店長お疲れ様ですってね、あ、スマホからありがとうございます、ルナピーさんね、いつもありがとうございます、ああ、ありがとうございます、ルナピーさん、はい、ね、ルナピーさん、店長集結ではプレスカートをスカイプして、ああ、はい、それね、ちょっとだけ見ました、あ、そうですか、ただね、あの携帯見てたらスカイプのその会話が全然聞こえなかった、あ、そう、スマホがね、ちょっと聞こえにくいみたいで、まあ、あのこっちの仕様とそのスマホとか向こうのパソコンの仕様でちょっと音がだいぶ変わるみたいなんですけど、その辺がね、もうちょっと改善されたらみんなにもこう聞こえるのになと思うんですけど、はい、まあ、もうちょっとね、なんかいろいろ研究したいですね、太鼓弁当潰れたって、和田山の太鼓弁当、めっちゃ豊館って聞いてたんですけどね、僕、残念、あれですか、たこ焼き店長が行かなくなったから潰れたんじゃないですか売り上げ貢献してたんで、ひどい時、3日2回ぐらい行きました、それはあれね、この太鼓弁当の売り上げ貢献してますよ、ね、はい、じゃあ多分ね、転勤になったから潰れたんじゃないですか、ショックやな、あ、でもこの時間でも100人ぐらい、ああ、ね、すごいですね、ありがとうございます、今日ね、一応250人目標ということで言ってましたね、いやー、もうそれぐらいね、来ていただけたら、Wi-Fi つなげたんですかって言われてますよ、その Wi-Fi を買いに行こうと思ったら、はい、そういう使用逮捕されたんで、あ、もうちょっと怒ってね、悔しくて、はい、僕そういうの弱い、メンタル弱い、弱い、はい、負けてしまうので、あ、負けちゃう、いや、意外ですけどね、やっぱさっきね、なんか説明されたんですけど、はい、全く理解できんまま、あ、でもそれは向こうが悪いでしょ、あれを説明して分かってもらうのが仕事でしょ、はい、まあ、それ分からなかったらね、ちょっと嫌ですよね、まゆみさん、おばんです、ありがとうございます、ネギ玉くんもおばんですよね、今日ネギ玉くん一緒に来てますね、この時間に見れるなんてラッキーってことでね、まゆみさん、こんにちは、ありがとうございます、何や緊急ってことで、緊急テスト放送ということで奈良駅前店からやってますね、はい、ツイッター見てよかった、たこ焼きさん出ますか、出てますね、はい、ということで、あ、ローソンに変わったらしいですよ、お弁当屋さん、あ、そうなんですね、どうしたらミニストップが良かったですかね、なんでソフトクリーム、あー、ハロハロとか、はい、ちなみにうちのネギ玉は昔ミニストップで働いてたらしいですよ、で正社員ですか、バイトで、ちなみにハロハロの作り方がめっちゃめんどくさいからあの注文したやつほんまに嫌やって言ってましたけどね僕は大丈夫だ、ソフトクリーム派なんで、あ、なるほど、はい、私はハロハロです、ね、タコタコ店長、ワイマックスにしたらどうですかって言われてますよ、さっきね、ちょっとお話ししたんですけど、あの調べましたよ、あ、調べた、ワイマックス、どうですか、なんかよくわかんないなとりあえずマイナさん今日来るから聞いて帰ろうと、あ、どうですか、あのワイマックスね、いいよね、普通にあの動画見るぐらいやったら全然あれでいけますけどね、値段もまあそのドコモで聞いたよりは全然安いんで、はい、事務員さんと一緒に行ったらって言ってますけどね行ったら分かるかな、あ、でもその見てるんやったらもしかしたらそのワイバックスとか知ってるかもしれないですけどね、うん、タコタコと同じで携帯は速度制限なう、あ、スマホで見てたら速度制限引っかかったってことですかね、和骨今来ましたってことでね、ありがとうございます、課金しましたかね、課金した1ギガずつです、はい、あ、なるほど、それすらまあ今もう規制かかってるんで、それはまあ、携帯触らないようにします、あ、もうあと2日、そうです、明日、明後日で回復なんで、なるほど、ちょっと我慢しないと、はい、明日でも大東放送なんでできないですね、
しないようにしよう。しないようにする。あ、でもあれか、1日になるから、できんことはないですね。うん。まあ、ですね。その辺は。あ、行くのにあるから大丈夫ってやってますよ。太鼓弁当。行くのにあるんですか？行くの？行くのって見たの？あ、和田山2店舗なかったでしょ、確か。あ、そうなんです。あ、和田山の話かな。私、ちょっと地名があんまり分かんないんで。多分ね、はい、その、陽花の方と、はい、和田山のちょっとこう、どっちがっていうかね。ほうほう。そっちにある、太鼓弁当。なるほど、うん、なります、そうです。たこ焼き店長に米するのは初めてかも。放送おめでとうございます。 ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ね、どんどんじゃあ木曜日コメントしてくださいね。はい。 PC 買えばすっきりするのにスマホにこだわらずにって言ってますけどね。でも移動中はね、やっぱりスマホ多いですもんね。うん、うん、ノートパソコンあるんですけどね。ああ、まあ、でも転勤の時は面倒くさいです。そうですね。まあ、あと車で移動する時どうしてもね、パソコンがちょっと開けないので、うん、はい、まあ、タブレットとかあったら別ですけど、まあ、大体はねスマホにやめますよね。課金はしてないよ。PC でニコ生見てる。あ、この人は、速度制限引っかかっても課金はしないと。まあ、PC で見てる。はい、まあ、PC だからね、あの安全ですんでね。はい、朝子の行く、あ、行くの町っていうんですか、うん、あ。これが2店舗目の方なんですかね。多分ね、2店舗あったと思う。あ、なるほど。じゃあちょっとまた行ってください。田島4店舗もね、素敵な店長いらっしゃるんで。あ、なるほど。はい、ぜひね、家事、所詮方も遊びに行っていただいてね。別品やないかと言われてますからね。あ、別品の店長ね。最近もまあ別品だけ一人歩きしてますよ、放送中。それね、誰がどうしたのか知らないですか。あれまだ犯人決まってないんですよね。でみんな違うんですね。いや、まあでも大体はね、まあ、あの 村っていうかムッシュ監督かあの辺かなと思いますけど、はいはい。iPhone6 に機種変したら職場のポケット Wi-Fi を強制的に導入させられたから、4月からそれ使わないともったいない。うん、ああ、そうなんですね。この人じゃあソフトバンクでやったのかな。タコタコペットボトルずっと持ってる。はい、お茶ね、ラベルだけ隠していただいて。ラベルないんですよ。あ、ないんですか。向いといた。緑茶ですね。はい、はい、ということで、まあ、なら、放送一応4月の9日スタートなんですけど、企画どうします？そうなんですね。ノープランなんですけど、ここでもう決めてもらったら皆さんに。ああ、そうですか。なんかやりたいことね、今ちょっと聞いてたんですけど、はい、まあ、結構月曜日とかは設定カンパだったり、まあ、あとまあ瀬だったらその、村井店長がそのニコ生ユーザーだったので、うん、まあ、全部視聴者に決めてほしいということで、はい、まあ、天の声大作戦というふうにやったんですけど、まあ、火曜日はちょっと私たちは企画関わってないので分かんないんですけど、まあ、下克上っていうね、まあ、あの上司と部下とか、はい、で水曜日はもう自由、全く自由のノープラン、ほんまのノープランの配信でいつもやってますけど、木曜日は、まあ、パチンコのミッションでね、あのクリアできなかったら罰ゲームっていうちょっとシンプルな感じ で、はい、で金曜日はもう演出を見せたもん勝ちということで、演出のプレミア感とかね、うん、連チャン見せるっていう放送 で土曜日はまあ神戸中央は、ミッション、まあ、それの、パチンコの、まあ、スロット版ですね、はい、そのビンゴのやつですね。あと、まあ、各種ネア側も一応まあ罰ゲームさせて、もう罰ゲームが主体の番組なの で日曜日は夕鉢じゃないですか、はい、あとどこやるって感じなんですけどね。はい、美味しいもん食べながら、はい、配信するってどうですか。あ、美味しいもん、あ、もう食べる配信。食べる配信。奈良は何をしいって言われてますけどね。奈良はね、はい、そうですね、まあ、もともと海のお客様多いんで。あ、海、はい、あ、海、海ジャグラーのお客様多いですね、やっぱり。なるほど、料理とか言われてますけど、料理配信えらいことないそうですけどね。ここがショッカーの秘密基地ですか。そうですね、キコ豊岡店にはムーロンさんがいます。大東のね、中村店ですね。中村さんが、うん、あの転勤されて、まあ、店長やされてますけどね、はい、元気なんですかね。豊岡店の大沢君、大沢副主任、よろしくお願いします。はい、あ、大沢君、はい、よろしくお願いしますということで。シャイですけど、面白い。あ、そうなんですか、はい、まだ若い、お若い方ですか。新卒の子ですね、あの子も。へえ、そうなんですね。ニット帽が似合う子です。あ、ニット帽が似合う、ちょっと分かんない。ニット帽と長靴が似合う子です。なんかちょっと雪国思い出しましたけどね、はい、タコの私服ショー配信。もう私服ない、これですよ、私服。あ、スーツ。なんかね、噂では、これは次、天井スペシャルだから、そうそう、私服そうコレクションやろうかって話なんですけど、はいはいはい、出てもらえます？飛び入れ。遠いね。え大東ですよ、多分。30分あたりつきますね。そうですね、はい。ぜひ来ていただいたらね、また盛り上がると思うんですけど、タコさん、机が死んでる。ジャガバ、ツーラさん返して、すいませんね。奈良は何をしてる？海って言ってましたね。海三昧、毎回海でもいいよって言われてますね。ああ、海ね、これ大丈夫？海ばっかり。大海釣りやって、海っ海やって、で、また沖海やって、シュール。
まあでもそのね、はいはい、メイン機種も当然いっぱいありますので、まあ、確かにそうですね、今日のパチンコスロット代はお答えできるかなと、うん、あまあ信頼はね、はい、まあ、確かにその信頼もね、なんかこうやり尽くすと、まあ、あとなやらなくなったりするんでね、その時はやっぱりどの曜日もちょっと狭間になるので難しいんですけどね、はい、まあ、そこはやっぱりその企画がある水曜日とかはちょっと大きいのかなと、市場が安定するんで、やっぱりね、ダイヤ引きで考えたら、ね、もう台に頼ってしまうので、まあね、できたらちょっとこう面白い企画立てれたらいいなと思うんですけどね。焼きそばさん、キキちゃん、キキちゃん、まだやる毎回キキちゃん、結構大変ですよ、本当に、ね、焼きそばさん久しぶりでね、焼きそばさんね、はい、たこ焼きさんですけどね、前もその野崎の放送とは違った一面を出せれた。そうですね、あの時はまあ ね、 そうですね、やっぱ相棒が店長たちだったんで、まあそうですね、まあ、今回はね、まあまああの、まあこれ言っていいんですかね、もうあの桜井の方のね、ああそうですね、桜井と、まあ、奈良はあのキコラグループ2店舗ね、奈良で、2店舗ありますんでね、はい、まあ、そこの店長が出ていただける時もあると、はい、そうそう、まあ、その時はなんか、ね、対決方式にしたりとか、ね、したら面白いかなと、うん、奈良桜井店の店長男前ですか、男前、宮崎店長ですね、宮崎店長ですね、なるほど、まあ、その方もちょっとニックネームとかあればこう作っていただいてね、親しみやすくしていただけたらいいなと思いますけどね、はい、うん、はい、あこれ YouTube に載せて、 YouTube 載せますか、テスト放送いいですか、まあ会社 OK なら、ね、会社 OK、 まあ大丈夫だと思いますけどね、別に下手なことされてないんでね、はい、はい、大丈夫ですね、奈良公園の鹿が捕らえて鹿に打たせようと言ってますけど、それ捕まりますからねなんか鹿の代わりもやってね、やったりとかしたらいいんじゃないですか、罰ゲームはバーたこ焼きやるんですかってやってますけど、これやります、バーたこ焼きやりますか、まあまあご希望があれば、はい、ね、あの最近全然やってなかったんで、ね、やってないですね、絆システムの時も持ってやってたんですけど、もうなんかうまい棒が罰ゲームみたいになってたんでそうそう、これやったらね、いいと思いますけどね、なんかタイトルとかもね、これ絶対誰かなかった、この辺金融屋の社長ムック、え、ムック店長、海のプレミア全部見せますとかいうコメントも一緒ですけど、これ金融の社長って言ったらムックや、絶対ムック店長降臨してます、ありがとうございます、海三昧で毎回海売って海の幸食べる配信でもいいよ、あーいいですね、それ誰が持ってくるんですか、僕魚介系あんま好きじゃないですか、そう嫌いでしょカニとか貝とかアサリとかそんな感じ、金融の社長、高木店長そっちで彼女できましたか、できたらね、はい、もっと楽しいライフを送って、ライフを送って、ね、はい、募集中ということでいいですかね、まあそれなりにもね、村井店長とかだってムック店長いるから寂しくないでしょ、うん、まあ昨日、はい、村井さんと UK カフェ行ってきました UK カフェ行った、あの あそこですね、高井団とかですね、はい、ね、私まだそこ1回も行ったことないんですけどね、いや結構行ってますよ、もう2回、村井さん2回行ったのかな、なんかね、一回野崎縄手の配信の後に通った時に行こうかって話になって行ったんですけど、あの日曜の夜中って誰もいなくて、でも24時間でしょ、らしいですね、なんかあの逆に入るのちょっと怖くなって、ああ全然入ってるもん、あそうなんですか、はい、ご飯おいしいって聞いたんでちょっと行ってみたいですけどね、A タイプやマニアックな台を優先でやってはって言われてますけどね、まあもう全然何でもやりますよ、 A タイプ、まあ、ジャグラーとかジャグラーやったら不正になりそうですけどねまあ、不正の、ね、挑戦状を初めて受けていただく店舗でもいいですし、はい、マニアックな台って今のところならどんな感じですか、今はマニアックな台何になるかな、マニアックな台、スロットですか、スロットとかパチンコでもいいですけども、ちょっと このここしかないよみたいな、何かあったかな、ナナミナナミ押すな、キコナチャンネルナナミ大好きですね、ね、ナナミはないです、ナナミはないですね、ナナミは今のとこ、どこやったかな、千里と寝屋川南と森口ナナミありましたけどね、はい、はい、歌舞伎マンやるのかなって思いますけど、歌舞伎マンでやるでしょ、やらない、まあ、別にご要望があればある何も準備できてないんですね、まだまあまあね、うん、まだ2週間ありますんで全然余裕ですけどね、ロシアンたこ焼きゲーム、たこ焼きね作りながらやります、なんかああそれでもいいですね、まあ、1台だけ台打つして、はい、まあ、あとなんかもう鍋食べたりとか、もう何かしら食べる配信ご飯食べたらとかね、まあ、そんなんでもいいと思いますけどね、全然、はい、視聴者が良ければ、奈良の鹿に断損チャレンジなんで奈良の鹿大当たりしたらその図柄に関する食材食べれるとかは、海沢、ああ面白いですね、それね、ただ海の幸食べれないっていうね会計ダメです、全くダメですから、ね、あそうですか、なんかアレルギーですか、いやなんか甲殻類とかそういうのダメ、あれは食べ物と思って食べれないです、あそうですか、口に入れたことないんで、えアサリとかも、いやアサリシジミはあるんですけど、砂がジャリジャリして、いや砂抜きちゃんとしないと、あなるほど、じ
たら、これはちょっと無理かな。イカ焼きとかね。イカもね。あ、イカもわかるやん。エビとかも。エビは食べれます、ね。エビは食べれる。なんかまったりだね。そうですね。月曜なら、でも結構死んだりするとかね。あの、奈良はね、月曜じゃないんですよ。木曜日の配信なので。寝台 のね、あれも大阪とちょっと違うんで、そうなんですよね、ちょっとあの大阪で動いてて、奈良で動いてないっていうのがあったり、あ、実際ウルトラマンが16回、はい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 、こっちは24、あ、そっかそっか、はい、あの多分ね、それ兵庫もそういうのがあるんですよ、そうですね、ありますね、はい、あのやっぱりその地域ルールというかね、うん、あのありますので、その辺でちょっと寝台できなかったりとかもあると思います。京都は違うんです。そうですね、京都っすね。店長、京都行きたいんでしょ。京都この間夜中行きましたよ。あのこう、あ、奈良と京都ってどうなんですか。近いんですよ、めちゃめちゃ近いんですよ。いや、今よりも行けますね。ええ、でもね、夜中やったら30分で40分で多分京都市内に行きますね。大阪出んのと京都出んのとやったらどっち。あ、もう一緒っす、一緒っす。一緒ぐらい。野崎まで昼間下道で30分ぐらいやったんで、夜中やったら早いって言ってましたもんね。昨日高井田まで30分かかってないぐらいですね。あ、そうなんですか、うん、まあ、やっぱ車あったら便利ですよね。便利ですね、うん。また歌舞伎マンでぶっ込み配信やってください。最近ネタがないんでね。ネタがない、ちょっと作っていきますか。ネタ持っていきますか。この間村井さんは、はい、なんかあの人ね、面白いのが、はい、眠たく、車運転して眠たくなったら、はい、こうやるんですよ。それでも僕も半分寝てたんですけど、はいはい、もうおかしいで、何ですかそれ、もう眠気だもん。そう、あ、眠たいって。もう寝たらええですやん。いびきかくめっちゃ早いですから、ね。てかめっちゃ仲いいですね、2人。いや、まあ、まあ年も近いですからね。そうです ね、年も体型も近いし、ね、顔も似てますし、似てるかな。ゲストさんは似てますしね。あ、まあ村井店長は刺激の方が似てると思いますけど。 あれは兄弟なんで。兄弟ですね。あ、まあ、JP さんもいる。3兄弟です。3兄弟です。で、あのサイトのね、北山店長もいるから4兄弟と言われてますけどね。北山店長似てたっけ。メガネかけてね、結構ぽっちゃりしますけど。メガネかけて全員似るんだ。そうスロットでアイドルタイアップなのに全然出てこない台なかったっけ。アイドルタイアップ、 AKB でもガンガン出てますよね、あのタイアップしてても。アイドルって何かありますか。コクッチ コクッチ入ってます。コクッチないっす。ないですよ。行ってみたいですけど。え、あ、バビロン桜川バショコラ、あ、ありましたね。太陽さんのね、うちのね、会社の、ちょっとね、いろいろ関係のある太陽さんです。2時間で鹿せんべい何枚食べれるか毎回チャレンジする配信。きついなこれ。鹿せんべいってそもそも人間食べれるんですか。あと食べれますよ。食べれるんですか。はい、ただ美味しくないよね。米ぬか、あ、米ぬか。きついですねこれ。きついんですよね。食べてみますか。買っていきましょうか。買ってからですか、うん、それ絶対やらないから流れになりますけど。大丈夫ですか。マイマイさん飲んでるの海中杯、これあのつぼみってね、サンガリアのジュースなんですけど、お酒ではございません。奈良はマイマイが担当。そうですね、今のところ木曜日は私担当なので担当になると思います。ムッシュ監督寝たないの。今ジダンダ踏んでましたけどね。眠たかったらジダンダ踏むということで。何やそのキューピーちゃんみたいな髪型。あ、高木店長ですか。髪伸びてきたんでね。そうですね、だいぶ伸びましたね。またカットしないと。そうですね、高木店長、最近のコメントは高木店長なんですかって言われてますけどね。一切入れてないですよ、だから本当に。そうですね、もう店長集結が17日やったので、それ以降はコメント入れてないということで。 LINE で来る写真が開けないですか。重すぎてね。ジャガー松浦さん抜けた分は戦力補強しないの。1人ね、今ちょっとエンデック、新人見習いみたいなのが入ってて、はい、まあ、その人が今ちょっと店舗見学に回ってるところで、まあ、ちょっと彦根さん担当するのはもうちょっと先になると思うんですけど、まあ、あの他の店舗はちょっともしかしたら、やってもらうかもしれませんね、はいはい。ラブ城あるんですか。ラブジョー揃ってあります。あ、ある、はい、あ、これまたラブジョーやれとかね言われそうですけど、裏いるのネギ玉さんってね、いますね。出ないって言ってたんで、ね。鶴見の木村にやらせたらええやんって。で、鹿せんべいは萌えちゃん絡みでってことで、ね、鶴見の木村君がもともと奈良ですから、ね、ですよね。あの、まあ、その写真とかも出せたら、はい、出しましょうか。そうですね、制服姿の翔太郎が。あ、いいですね、いいですね。あの奈良のパソコン残ってるんで。あ、じゃあそれちょっと放送とかで晒していったらいいじゃないですか、はい、面白いと思いますね。野崎の松本ドームも奈良なんですよ、はい、あ、そうなんですか。でこうパソコン見てたら、はい、松本主任の、はい、若かりし頃が。あ、いいですね、はい、なんかそういうのちょろちょろ晒していったら結構出てきましたかね、いろいろ。また鶴見やったらこうまた構想が出てできそうですよね。たこ焼き店長こんなんやってたでみたいな、ね、面白いですよね。あ、今思い出したんですが、桜川赤ショコラってアイドルがタイアップしてる台、これバビロンですね。バビロン、ね、バビロンとココッチですね。
コテつけてたのも偽物かってことで、タコみたいちゃんね、本当に17日以降コメントしてないということで、一回もしてないですね。ね、あの速度制限ね、あのかかってますんで、はい、まあでもあの奈良駅前店の事務員さんが本当にニコ生大好きで、やっぱ昨日の放送も見ていただけてたみたいで、なんかコメントくれてたらしいんですよ。多分奈良駅前店の情報はその方じゃないのかなと思ってますのでね。エンデクの新メンバーいつ出るの？ちょっとね、気候なチャンネルに関してはちょっとだいぶ先かもしれませんね。うん、はい。毎回奈良珍味を探してきて当たったら食べる配信。過去罰ゲームあり。珍味？奈良の珍味ってある？なんか。その奈良の主婦の方、主婦なの。はい、さっきコメントくれた、あ、そうですね、奈良県の方いらっしゃいましたけど、なんか奈良住んでる方、珍味なんかありますかね。奈良の名物って何？柿。あ、そうそう、柿は汁巻きとかする、うん、柿食べたことないですよ。私も柿がちょっと得意じゃないので、なんとも言えないですけど、柿食えばってですよ、はい、あ、奈良漬けしか思いつかね。奈良漬け、奈良漬けってほんまに奈良の特産物なんですか？なんですか。あ、そうなんや、奈良漬け。まあ、そんなんも絡めていけば奈良のアピールにはなるのかな。政治免許ないから奈良不利。そうですね、まあ、電車で兵庫の北の方、はいはい、豊岡のあやとりってお店行きます。あやとり美味しいですか。あ、ご飯、何屋さん、何鳥とか、まあ、いろんな、あやとりさん、まあ、居酒屋みたいな感じですか。柿の葉寿司、あ、もう有名、うん、柿の葉寿司も私食べたことないな。そうなんや。いや、企画どんな感じですかね。今のとこ出てるのは海海をひたすら打つか、マニアック台打つかとか、うん、あ、金奈良の前にある何江戸っていうの、これ何戸、三笠焼き、えい、どら焼き、三笠焼き、あ、三笠焼き、どら焼きでしょ、三笠、あ、どら焼き、あ、そうなんや、うん、あ、三笠焼き、へえ、有名なんですか。へえ、どら焼き、いいですね。ミカサっていうんですよ。そうなんや。あれはドラ焼きっていうのは大阪だけですか。あ、そうなんですか。ミカサ焼きって普通に言うんですか。え、ほんますか。え、え、僕でも知ってんのよ、ミカサ焼き。嘘、ごめんなさい、知らない。私ドラ焼きやと思ってました。ありがとうございます。鐘が鳴る鳴る法隆寺ですね。法隆寺通ってきましたね、はい、今日ね、はい。え、特殊な奈良漬け探してきて食わすとか。特殊な奈良漬け、アガー漬けってことでしょ。そうですね、もうそれかですとかで、ね、奈良漬けのもクソもないでしょ、アガー漬けなんですけどね。それちょっと奈良県民怒られそうですけどね。大丈夫かな、奈良漬けに18金1味かけたら。いや、そうなるでしょ、まあ、絶対そうなりますよね。いや、もうね、今新しい調味料ちょっと見つけたんですよ。かなりヤバいやつなんで。辛いんですか。辛くて激臭ですね。うわ、もう臭いの嫌なんや。昨日池田店長吠えまくってヤバかったですけどね。まあ、またそれもお持ちしようかなと思います、はい。ムッシュ監督にハンナ道路周回させて周回これあれですか、環状線なら周の下りですか。でもこれあれちゃうかったかな。あれ環状線乗ってますって電話かかってきましたよね。え、つい最近。それあれですか、一人でですか。一人でですか。いらんこと言ってましたよ、この間村井店長の。なんかいらんこと言って言えないこと。多分放送で流れちゃったんですけど、はい、村井店長彼女おるやんみたいな言ってて、多分その話してなかったんですけど、勝手に言ってましたけど、いいんですかね、あれ。うん。YouTube カットになるよね。ノーコメントで。ですか、ね、それ YouTube 上がってますけどね。会社説明会で言ってたんで、はい、あって言ってましたよ。それ言ってないですよって言ったら、あって思ったけど。はい。シカモンの君にデスつけて木村に食わそう。シカモンって。シカ。シカモン。シカモンだろう。あ、キャラクター？へえ、アセントくんとかじゃなくて、シカモンっているの。ふんみですって。ああ、やっぱ土産用らしいですよ。奈良漬け。奈良漬けね。奈良漬けは地元民は食べません。土産用。あ、そうなんや。食べないの？食べへんねや。あ、食べる。あ、食べる。ネギ玉は食べるんや。ネギ玉さんは大和、大和郡山市。はい。そうそう。もう本当近くね、一個向こうやったっけ。俺ほんなん知ってるんですかこれ。お、なんか出す。なんか出す。これ知ってるんですか。なんだそれ。習いがあって。習いが。あれ知らないじゃん。知らない。ちょっとそれ見してもらっていいですか。習いが。これ何であったんですか。いや昨日ね、はい、うちの副主任結婚式やったんです。あ、そうなんですか。でそれに習いがが来てくれて。習いが。なんかご当地、なんかそういうの多いですね最近。そうね。茨がとかなんか沖縄にもおるし。ブラックス将軍とかね。なんで仕込んでるんですか。いや、奈良の人見てくれたら分かるかなと思って。ブラックス将軍アメーバブログとかありますけど、すごい。
貴公の奈良はグラウンドの時に並んだし、うちわももらった。じゃあ今から何年ぐらいの？グラウンドの時だからあれですよ、はい、ジージですよ。あ、ジージ、ジージが初代店長ですよね、はい、確か。何年ぐらいですか？奈良駅前で6年ぐらい前、6年ぐらいになるんですかね。じゃあもっとか。ちなみにうちのネギタもここ条例やったらしいですでね、もっとびっくりしたのが、はい、一昨日ホールで僕巡回してて、はい、お久しぶりですって声かけられたんですよ。でパッて見たら、はい、あれどっか見た顔なと思って、でもちょっと思い出せなくて、はい、どこで会いましたっけって言ったら、はい、茨城店の時のスタッフですって。めっちゃもうびっくりしましたね。もうその方はちょっともう辞められてる、辞めて奈良の方に仕事で住んでるみたいなんですよ。3年目ぐらいで。あ、じゃあそれで、来ていただいた感じなんですかね。なんか結構通ってたみたいで、でチラシ見た時に、はい、あ、店長、あ、主任のか、まあ、当時主任でしょうか、はいはいはい、主任の来たんやっていうので来てくれたみたいで。だからそんな出会いもあるんですね。でもびっくりしましたね本当に。あ、そうなんや。ありがたいですけどね。ありがたいです。まあ、ちなみにちょっとね、放送で言おうと思ってずっと忘れてたんですけど、まあ、の店長集結の日に、はい、あのうち のエンデック社長の私の焼き鳥っていうのがいるんですけど、焼き鳥ですね、沖縄で一緒にされてたと思うんですけど、はい、あの一本電話かかってきまして、もう全然知らない方で、はい、もう本当にあの多分エンデックのホームページ見たら社長 の、まあ、あの連絡みたいなのがあって、あ、はい、まあ、代表の番号みたいなのが出て、はい、それで電話かけてこられたみたいで、そのニコ生の見方を教えてくれというふうに電話かかってきて、はい、まあ、あのこういうふうにしたら見れますよっていうのを教えたみたいなんですけど、はい、でその方なんか聞いたら YouTube であのずっと見てたみたいで、はい、まあ、高木店長が好きっていうことで、あ、そうそうそう、それでしかも JR 奈良駅前店のお客さんに、そう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 、すごい。それで今度あの、まあ、その時はもう言ってたんでしたっけね、奈良行くっていうのを。17日だったら言ってましたっけ。3月17日、はい、は、そうですね、言ってましたね、はい、ね、あ、その時になんか奈良駅前店の放送をしてほしいしてほしいって言ってて、で、まあ、あの見事、まあ、何の因果か分かんないですけど放送が決まりまして、勝ち取りました、まあ、その方も喜んでもらってるのかなと。そうです、見ていただけたら。お年もね、多分声聞いた感じでは60代ぐらいだと。へえ。でもあのスマホでね、こう携帯登録して、はい、ニコ生 見られてるらしいので、あ、そうそう、コメントも打ちますっていうふうにおっしゃっていただいたので。助かります。いや、60代でね、スマホ使ってニコ生見てコメント打てるっていう、30の僕が Wi-Fi って何つけてる逆におじいちゃんですねそう、本当にね、ありがとうございますね、はい、またね、どんどんそういうお客さん増えたらいいなと思います、ね、そうですね。まあ、の奈良住んでる方もコメント の、ね、あのこう視聴者さんいらっしゃるので、ああ、はい、まあ、あのぜひ来てすごい近くなったような気はしますけどね。そうですね。やっぱり大阪とか兵庫エリアだったんでね、それでちょっと奈良まで足運んだらこうお客さんも、ね、来やすいかなと思いますのでね、はい、ああ、ブリコのビスコのウェスカ、ウェスコバージョン作ってほしいって言われてますけど OK じゃあ作ります。はい、ちょっとさっきね、CM ちょっと見てもらったんですけど、はい、考えとして、はい、メディア歩きのやつあれ、小学生の、ね、格好で、はいはい、みんなメディア歩きしてたんですけど、ちょうどババコンが池田店長がすごい小学生の格好に似合ってましてよう見たらビスコの男の子の顔にちょっと似てるんじゃないかということで、はい、ちょっといたずら心でですね、ビスコ の強い子ビスコっていうパッケージあるじゃないですか、はいはいはい、あれを池田さんの顔にしたんですよめっちゃ面白くて、見ます？ありますけど、これをね、なんか池田さんにくれて、ね、見ながらね、はい、写真とかいろいろ送ってこられましたけど、はい、こっちに来なかったら私があの格好してないなと思ったらちょっと、ね、そうですよ、これちょっとね大きくしましょうか、これこんがりそうそう、かわいいでしょ、かわいいでしょ、これでチラシ売ったらいいの。一応これ公式のグリコのホームページで作れるらしいんですよ。はい、へえ。そうそうそう。だから全然著作権問題ないんですか。問題ないですよ。面白いですよね。なんかこれを非コーナーで店長ごとに作って景品にしてくれっていう声が。コンガって思うの面白いね。多いよね、ババコンガさんでね。そうそう、こういう感じでね作りましたけど。シカフンチョコにですとか辛い。そうですね。いや、ですなんでも辛いですからね。こんばんはでね、ありがとうございます。明日なら行こうかと言ってますけど、明日います店長。明日は、明日、あ、ごめんなさい、明日展示会です、ね、ああ、いないちょっと何時になるか分からないですね。晩になるかもしれない、まあ、夕方見に行ってって感じですかね。そうですね、うん、多分大阪の店長でもみんな行くんで、はい、元町のとこでしょ。そうです、はい、うちの事務所の近くですので。そう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 、そう、明日ね、31ですね、明日何やったかな、なんかサミーのショールームが定規変わってましたけどね。
そうそう、その辺とか見に行くと楽しみですけどもね。で明日ちょっとね、奈良行っても夜だったらいるかもいないかも、はい、夜はっきりは言えないけど戻ってくるんですけど何時、はい、分かんない、またか笑って言われてますけどね。タコタコはどこエリアになるんですかとか、素朴ですかね。ウェスクエリアではないですね。そこはね、ないんですよ、その、はい、何ですか、本社直轄ブロック長が見られる感じなんですけど、ね、はい、坂原ブロック長ってね、はい、多分海北の店長集結で当時はまだエリアマネージャーだったんですけども、そうですね、出ていただいててね、面白いブロック長ですけどもね、はい、こちらのエリアということで、ね、はい、奈良は4スロあったら行くって言われてますけどね。この方はでもずっと言ってくれてるんで、そうですね、多分コメントでもね見ていただいてると思いますけど、はい、ちょっとね今、はい、いろいろ考えてる、考えてはいるんですけども、あ、まあちょっとご要望はね、こう聞いてますので、はい、ちょっとまあ時間かかるかもしれませんけど、はい、はい、これ欲しい欲しい、あ、コンガのやつね、また買ってますけど、欲しいですかね。当たった数字でエンデックが決めた鍋の具材入れていく企画かな、闇鍋みたいな、ね、全然何でもやりますか、まあ、食べ物配信でいいんじゃないですか、はい、特化しても鍋、まあこの辺からの時期ちょっと鍋はきついかもしれませんけどもね、ちょっと暑いからまた店長おらんのかって言われてますけどねまあね、ぜひ来るときは、いるときにね、来ていただけたら。すごいですね、でもフットワーク軽いんですね、そうそう、この方ね、話題から。だってこの間も、市場のはって、どうやったかな、森口、寝屋川南、で、どこ行ってたっけって言ったかな、4店舗回ったじゃないですか。そうそうそう。すごいですね。寝屋川南行ったら、しげる店長はちょっと電話中で、ちょっとお仕事忙しくて会えなかったって言って。しげる芝居できます。はい、ちょっとボコボコしてください。奥さんいいね。奥さんいいね。また言って。手足結構増えすぎて、萎えるって言われてますけどね。まあ、手足ね、その地域に合えば全然いいと思うんですけども、はいはい、まあ、いいと思います、ね、僕もね、コアなやっぱユーザーの方なんで、うん、4円20円がメインにやっぱりしますけどね、うんうん、そうですね、まあ、タウンライト不正もかなりお客さん大盛況ということで、うん、そうですね、私もブランド見に行ってすごい人やなと思って、うん、立ち見てるぐらい人いたんでね、はい、まあ、でもやっぱり地域性というか、やっぱり受けもありますので、はい、まあ、手貸しがね、やっぱり受けてる地域もたくさんありますので、私、最近結構手貸しの方行く方が増えて、2円とか、そう、2円パチンコによく行くようになったんで、なんかもう2円でも信頼結構入ってる店、多いじゃないですか、ですね、まあ、それ考えたら私もなんか4円ってやっぱり、ね、お財布的にもちょっと早いので、減りが2円行ったりとかね、まあ、その時々で変わりますけど、はい、まあ、いいんじゃないかなと思いますけどね。うん、あ、坂原マネージャーはかなり面白いからツボですって言ってます、ね、あ、ブロック長、ブロック長、ブロック長とはね、私、うん、茨城の時に、あ、そうなんですか、ブロック長が主任の時に副主任やってて、あ、もう直属の、はい、じゃあもう長いお付き合いなんですね。そうですね、まあ、でもすごい放送もあの時多分初めて出ていただいたんですかね。あ、そうなんですかね、確かめっちゃ面白かったですけどね、うん、はい、もうちょい声張らないと負けてるんで、すいません、これね、今日ちょっとマイクが遠いんで申し訳ないですけども、いけますかね、はい、ああ森口、寝屋川南、大東、千里、茨城サイト、鶴見、うわ、すごい、これ1日で回ったんですよ、確か森口、寝屋川南、大東、すごい順番が、まあ、多分エリアで多分行ったと思うんですけど、ああ、はい、すごいですね、まあ、このどれ行っても店長いなかったっていうねすごい、そうそう、ゴルフ行ったんで申し訳ないです、それも店長にいた方がいいっすよ、もう。そうですね、4月1日はいますかって言われてますけど、1日はいます、水曜日、水曜日、分かんない、いや、いると思いますよ、いると思います、多分当分ちょっと休みがなかったんで、まあ、おそばんかその中抜けかでちょっと変わる感じですかね、はい、まあ、今週多分おそばんの方にいる、ずっと朝入ってたんで、はい、なるほど、おそば、はい、夜の方がいている確認性は高い、そうですね、まあ、もしね、来ていただいたらのスタッフさんにお声かけてもらって、あ、もう全然、店長いますかっていうのにね、はい、お声かけてもらったら店長出てきますので、はい、それはかわいそうやって言ってますけどね、こんだけ回って店長いないっていうのがね残念ですよね、ルナビーさん、それは言っとかんとあかんですよ ね、あ、天休日言うてやってね、面白かったのにって言ってますけどね天休日、奈良はどうなんですかね、奈良ないっす、あ、ない、もう、なるほど、今のところは、そうですね、うん、休みなしなんで、なしということで、はい、はいはい、おそばの方がありがたい、まあ、行くのは夜にありますからね、あ、まあ、あと、まあ、朝ごからやったら、言うても2時間半、
そうですね、まあ、仕事もし終わられてきたとしても、まあ、10時、9時半かかります。そうですね、豊川の時でだって大阪まで3時間休憩しても3時間ちょいかかりましたね。まあ、ぜひあのおそばね、まあ、あのスタッフ店長は、まあ、おそばだったらいるかもっていうね、夜だったらいるっていうことなので、はい、夜はいますね、多分、はい、ぜひあのお声かけてもらって。店長シール作らないんですか、奈良は。作りましょうか。作りましょう。最高店長、はい、めっちゃ作る気でいますよ。はいだからちょっと合同で作るとか、 あっちの桜井の店長、ああそうですね、あの2人で、ね、作るとかでも良さそうですけど、あんまり結構時間かかるんですね、作るのに。作りますね、かなり時間かかってるみたいですね。どんな、あれ、みんな結構ね、うん、特徴あるじゃないですか。そうですね、もうなんか、いや、歌舞伎兄さんでしょ、完全にウェスカーからは、はい、土偶にしろって言われた体型とか、ね、土偶にしろって言われたんで、でも放送見てたら完全に歌舞伎兄さんちゃいますですかね。私、歌舞伎兄さんのイメージしかないんですけどね。ビスコでやればいいや。ビスコはババコンガでしょ、完全にね、うん、おごと兄さん言われてますよそこは黙る感じですけど、ね、タコタコチョイスの信頼入れ替えっていつぐらいからの分ですかと言ってますが、この辺どうなんですかね。まあ、前の店長とかの、ね、兼ね合いもあると思うんですけど。そうなんですよ、だから今月来たのがもうミヤちゃんの分なんで、はいはい、まあ、来月ぐらいからは、はい、あ、もうタコ焼きチョイスになると。そうですね、なるほど。まあ、その辺も楽しみですけどもね。万端、中国で千里まで1時間半でなんとか、バンタン運動から、はい、1時間バンタンから中国ってことは、はい、福崎まで行くんですね。へ、福崎店 の木村店長もういろんな宣伝しますけどね福崎店の木村店長は、はいはい、私が豊岡で店長の時に中途で入ってきたからなんですよ、はい、へ、クールですけど、はい、もうめちゃめちゃできる子なんで。あ、そうなんですか。福崎店お願いします。あ、わかりました。ぜひね、そちらも福崎店も行っていただいて、放送とかね、始まったらまた親しみやすいでしょ。東大阪で主任ですよ。あ、そうかそうか、あの転勤になられたって。そうそうそう、あ、そうかそうか、東大阪で主任で、この辺り福崎店の店長です、ね、そうかそうか。あ、じゃあぜひ、あの多分何回か出られてるんじゃないかな、うん、放送も、まあ、見たらわかるかもしれないですね。シャイですけどね、シャイですけど、はい、まあ、イケメン。福崎店マイコです。お木村店長、ちょっとね、声かけてあげてほしいですね。そうですね、あの放送見てましたっていうのに、ね、はい、声かけていただけたら多分嬉しいと思いますので、うん、はい、おごと兄さんのお母さんと一緒泡風呂兄さんとかなってますけどねそれはちょっとこれでしょ私は多分歌舞伎兄さんちゃうかな。行ったことないですかね。もうあんま言わんほうがいいじゃないですかまたさ、村井店長とか言ってきますよ絶対。刺激とねえ、刺激と正則はね、あったかいんだからですね、本当にシール作るなら早く発注しないとなかなかできない。いやね、今多分止まってるでしょ、でもずっと。もうあのどこやったかな、あ、宮川南か、あのラフ画ができてるんですよ。あ、もうあの放送でも見せていただいたんですけど、ただそこからその現物になるまでがだいぶ時間かかるみたいで、あ、まだ来てないって言ってましたからね。まあ、ラフ画までできるのは早いらしいですけどね。奈良放送は前々でお願いって、 JP は米選ぶし呼ぶの少々面白くないそんなこと言わないでください、はい、あの頑張りますんで、そんなこと言わないでください。 JP さん見てないかな。 JP は米選ぶよね。いや、米選んでるわけじゃないんですよ。あのやっぱりね、水曜日とかってコメントめっちゃ流れるの早いんで、はい、その選別してるわけじゃないんですけど、うん、もうやっぱり目について新しいのからバーって読んでいくんで、うん、もうちょっと古いコメントが読めないんですよ、ね、はいはいはい。であんまり古いコメント読みすぎるともうタイムラグ出るんで。そうですね、結構ね、うん、もう僕も実際やったけど難しいですよ。難しいですよ。まあまあね、それが仕事なんで、それをちゃんとしないといけないのが私たちの仕事なんですけど、いや、あの物理的に読めるコメントっていうかね、読める数っていうのがやっぱあるんで、2時間だと、うん、私もとりあえず頑張って読んでるんですけどね、本当に申し訳ございませんね。はい、MC 何の場所ではないか申し訳ございません、本当にね、頑張りますので、はい、ふさきてマイフォです。自分で言って受けすぎやんって言われてますけど、最初から見れなかったんですか、YouTube に上がりますかと言われてますけどね、まあ、YouTube 上げますか。はい、あの大丈夫、皆さんが OK であれば。あ、いいですかね。じゃあ YouTube 上げますので、はい、MC の批判をするとこではない、この水を読むのは仕事ではない。そうですね、すみませんね、ありがとうございます。はい、今来たタコタコよかったねということで、ハオさん来ましたね。あ、ハオさん、ありがとうございます。いつもね、はい、まあ、いつもうちのババコンがお世話になってるあれはね、あのみんなちょっと誤解してるんですけど本心というかね、キャラでやってますんでね、はい、そこは分かってくださいね。最近本当に批判があるんですよ。あ、そうなんですか。あの言い方なんやねんみたいな。あれはキャラですね。池田店長でも本当に物腰は本当に低いですか。いや、もう本当に本
当にあのいい人というか、仕事もできるし、ちょっと顔でかいですけど、そうです、だいぶでかいですね、そう、いけないですけどね、しゃあないので、批判も言えないとか、どんな放送で、まあ、まあ批判も全然言ってもらって構いませんので、あの言い悪いはないのでね、もうそこは視聴者さんにお任せしますね、むしろ YouTube に、あ、YouTube に、ね、あの上げますので、イコマのレインボーラムネ有名、レインボーラムネ、レインボーラムネ、なんか聞いたことあるけど知らない。レインボーラムネ美味しいですか、レインボーラムネ。私もなんかね、写真で見たことあるんですよ。確か現物はちょっと見たことないんですけど、はい。太鼓持ちばかりリスナーで面白いかってね、まあ、全然あのコメントは いろんなコメントしていただけたらと思いますんでね、はい、むしろ YouTube に上げないでここで上げれない話するのも面白いどうですかね。そんなないですよ。ない。まあね、はい、批判するなら担当に直接言えばいいで、まああの喧嘩しないでね、喧嘩しないでそういう放送じゃないんで、はい、あの今日は奈良ね、奈良放送のねテスト放送ですんでね。はい。はい、レインボーラムネは確か予約殺到で買えないんじゃなかったと言われてますけど、あ、そうそう、なんかねレアというか、あのやっぱりこういうパチンコ業界とかで使われるのが多いんですかね。それで結構買えない方が多いって言ってましたね。タコさんもこの前ゴールデンゲート行ってないよ、ね、ずっともう缶詰ですよ、はい、缶詰、ちょっとそういうあの空気じゃないというかね、お休みがねしっかり取れてないのかな、そうですね、まあ、あのやっぱり移動した店長って忙しいじゃないですかみんな、はい、もう本当に、まあ、グランドオープンとか控えてる店長とかもそうですけど、本当にね、まあ、お店のために頑張ってやってますけどね、まあ、落ち着くまではちょっと、はい、落ち着いたら行くんですかね。行かないです、行かない、村井店長は行ってそうですけどね。お疲れ様です、お疲れ様です、はい、気をつけて。今やってますよ、出ますか？出ないいや、出ていただいて。怖いこと言うじゃないですか。いやいや、なんか面白そうですけどね、あの人、うん、男気があるんで。出たら出ないや、出ていただいていいですよ、全然。え？なんで？なんで？キムチラーメンの出汁に鍋しようって言われてますけどもね。奈良の東通り商店街の近く入ったタコタコ、東通りってどこなの？三条とはまた違うんですよ。東向き商店街、どこですか？東向き商店街、僕三条通りしか通ってないです、まだ。言われてますけどね、銀行のとこです。銀行サルサワイケの手前の、わかんない、地元わかんない。桜井の方に行く道ってことですか？いや、そっちは。ああ、違うんですか？違うみたいですね。ちょっと待って、ね、近鉄ならいいの前です。あ、商店街ありますね。あれが東通り商店街です。東向き商店街、へぇ、かぶらんでも、別にかぶでも、あ、もう出てくれてもいいですよ。いや、もう出たい、もう一個の方はもうかぶってくれた方がガタイがいいんで。あ、なるほどね。はい、タコタコ大仏様のコスプレを願いておりますけどね。あ、やりましょうか、大仏様。まあ、なんか前やりましたよね、野崎で。僕が風邪の時の、あ、そう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 、40度ぐらい熱ある時に、はい、大仏で出ましたね、一回やりましたね、うん、これ東通りじゃなくて東向きでいいんですね。あ、わかりました、ありがとうございます、顔出しさせてあげてって言ってますけどもう多分出る気でいますよ ね、 ね、結構ね、みんな出たい出たいって言ってなんでね、まあ出てもらったらいいんじゃないですかね。はい、すいませんね、奈良と大阪ってどんな違いがあるんですか？どちらも行ったことないって言われてますね。違い、いやでも本当ね、奈良と京都と大阪に隣接してるじゃないですか、はいはい、そうですね、行ったことあると思うんですけど、うんうん、雰囲気ガラッと変わりますね。あ、全然違います。例えば京都と奈良って景観のね、うんうん、あの制限とかあるじゃないですか、はいはい、ただタイムズの色って基本黄色じゃないですか、はいはい、京都と奈良は白なんで、うんうん、白タイムズ、白タイムズ、あ、そうそうそう、タイムズの看板が、そう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 、あれ黄色が出たんですよ。ローソンも白がメインなんですね。ローソンローソン、そこ吹っ込む、びっくりした今。いやー、ちょっとこの人も変なんですあのね、看板の色がやっぱり、はい、で、奈良市からで、その奈良市の横ってどこになるんですか、大和郡山市です、はいはいはい、なると普通の色になるんですね。へー、京都も京都市内から出たら全国のセブンイレブン。あれ別に、なんていうんですか、その値段が変わるとか全然関係ないですよね。そうです、景観の色で市の条例かな。なんかあの京都あれですよね、なんか高さ制限とかありましたよね、確か。へー、そうなんや。だから基本奈良も奈良市もあれらしいです、あの、はいはい、あの夜間はあんま照明つけてダメなんですね。なるほど。そのあ、その時間がなんか時間だいぶ時間じゃないか、あのライトアップがあって、はい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 、
あの抑えないんですよ、ショート。白ローソン見たいって言われてますけどね。はい。あ、でも白ローソン私見たことないな。白タイムズは見たことあるんですけど。あんまローソンローソンって言ったらあかんすね、なんか。卑猥な方いきます。そうそう。やっぱりね、この読みをフェードアウト読みでなくて最後までしっかり。どうもすいません。はい。マイクじゃない声張り。ありがとうございます。すいません。奈良は10日あり。いや、この辺はちょっとわかんないですけどね。まあ、あのハウスルール。昔はね、はいはい、25玉交換ですよね。あ、はい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 、はい、うん、なるほど。え、出ないんですか？なんかすみませんね、なんかなんかういういしいですね、うん、いや、出ましょうよ。いいよ。ちょっと、あ、いや、統計行くの、もう。あ、じゃあ統計か。時間ちょっとないですか？いや、全然いいですよ。え、いや、もう出たい、出たいでしょ。出ましょうよ。じゃあ、店員ちょっと紹介してあげてくださいよ。もうそこ映ってますんで、はい。映ってるんですか？映ってます、映ってます。もうすげえ、はい、映ってる。生放送ですよ。はい。テレビで初めて出る子みたいですね。いやいや、まあ、そんな感じですよ、ね、え、いや、めっちゃ緊張めっちゃ緊張します。JR 奈良駅前店の野田光也と申します。なてなて。野田さん。はい、野田です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。奈良駅前店は勤務どれぐらいなんですか？社員になってからはまだ2ヶ月も経ってないです。あ、じゃあアルバイトから。アルバイトからです。でもアルバイトから計算しても半年ぐらいしか。え、めっちゃ早くないですか、上がるの。仕事できるんですか？全然、全然、全然、どっちやろ、全然っていう。全然、ちょっと真面目なんで。いやいやいや、深く、新キャラクター。いやいや、それ売ります。ご結婚されてるんですか？あ、してます、はい、はい、え、おいくつなんですか？僕は今年で25になります。あ、若いですね。店長と同い年です。え、え、25です。25、えらい貫禄ある25ですけどね。面白そうな子来たなんですよね。ババコンガやと思ったって言ってますけどね。池田さん、ちょっと雰囲気似てます？池田さんってどの方ですか？今、市場なんての店長になられて、前も入口にいらっしゃった方いるんですけど、似てるかな。またでもちょっと斬新。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 違うキャラですね。なるほど。じゃあもう放送も出ていただける感じですか？そうですね。もう時間見つけて。いや、もうぜひぜひ。じゃあ、ぜひぜひ。罰ゲームとかありますけど大丈夫ですか？あ、噂は聞いてます。はい、いろんな。結構きつい、きついですよ。店長。みんな巻き込んでやらすんで。店長から聞く話が一番怖い。あ、なるほど。まあね、過去放送とか見たことありますか？あ、もうちらほら。あ、ちらほら。あの前の店舗いらっしゃった時の放送見ていただいたら結構大変やと思うんで。参考にしていただけたらと思います、ね。わかりました。臭い、臭い、痛い。言われてますね、視聴者さんだ。いつもの質問、野田くんのおかんの名前。野田くんってこれ大丈夫？そのおかんの名前。好きやな、そのおかんの名前って。そうそう。おかんの名前ですか？はい。おかんは宮子さん。宮子、ああ、言っちゃいましたね、これ。まずいんですか？ね、一応この企画のチャンネルの恒例かどうか分かんないんですけど、はい、スタッフさんのお母さんの名前を聞いて、はい、勝手に視聴者が抱くっていう。ん？そう、そう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 。お、大丈夫ですか？賞味期限がもう。そうそう、おかん抱くの早いとか言われてますよね。賞味期限だいぶ。あ、服の色が似てるって言われてますけど、パーカーだけですけどね。パーカーどこにでもある色ですよね。どこにでもある色です。青色ですけどね。青色ですね。メガネ兄さんはおごとの常連ですかって言われてますけど、おごとまで行ったことありますけど、行ったことある、ありますけども、雰囲気が怖すぎて、はい、行けなかった、チャレンジができなかった。なるほど。そこにね、今ちょっとどこか来ましたけど、高木店長はね、おごとの常連ですので、はい、よろしくお願いしますね。もう勉強させてもらおうと思って、はい、奈良には鹿がいます。そうですね、はい、奈良放送開始記念で絆を確かめる放送希望。いやー、まあね、前野崎で、ね、いらっしゃいましたけども、はい、まあ、大東店とか寝屋川南店とか、塩の当て店の、ね、店長とこうよく集まって放送してたので、まあ、奈良にも来てもらえたらなっていう感じなんですかね。結構難しそうですけど、ね、どう店長トンボってるじゃないですか。あ、よしよし、あ、ちょっと、いや、いいですよ、ヤギ子タイムね。宮子さん、宮子、俺の隣で寝てるよ。ありがとうございます。いつもね、定期コメントで。いや、もうありがとうございます。まあ、多分放送中もこんな感じで、バンバンこういう感じで言われると思うんで。めっちゃ楽しいですね。そうそうそう。まあ、慣れてきたね、こっち来て、コメント読んでもらったりとか、全然やってもらって構いませんので。へぇ、すごい。楽しんでね、いただけたら一番いいと思いますんでね。はい、今でも十分楽しい。いやいや、もうありがとうございます。これからもね、出ていただけたらと思います。いや、もうぜひ、店長が許す限りは。いや、出るでしょ。悪口が出てこないです。ね、一発ギャグやってって言ってますけど。いや、その無茶ぶりは怖い。無茶ぶり無理。いや、こんなん全然ありますから。でも僕じゃない一発ギャグが今スタンバってますね。そうですね、なんか愉快な仲間たちみたいなのがいますけど、ね。僕じゃない一発ギャグが今スタンバってるんで。休憩室ですか、はい、そうですね、ここは一応食堂といいますかね、食堂ですね、駅前店の、休憩室兼食堂になってます、
すごいの来ましたね、これ。やっぱりね、こう、奈良だけにね。いや、もうすごいの来ましたよ、これ。いやインパクトがすごいね。じゃあ第一声に、今すごい期待が集まってますよ。そうですね。わかんなくなった。奈良駅前店の主任の須崎と申します。主任さん、はい、はい、じゃあ、奈良駅前店長いんですか？はい、アルバイト、はい、グランドオープンからのアルバイトです。はいはい、あ、アルバイトから、はい、で、1年半経ちまして、社員になりまして、あ、そうそう、あの、椅子ありますんで、あ、そうか、これ座るのもありかもしれない。そうですね、そうですね。じゃあ、野田君もどうぞ。あ、野田君、あれですか、もう、ちょっと時間やばい。野田君も仕事が時間がね、はい、じゃあ、またあの放送お待ちしておりますので、はい、野田君、なんか、あ、ちゃうわ、あ、ちょっと濡れてた、尻尾がついてるんで、あ、尻尾、そう、こちらなんか忘れていいかと思った。いじる部分が多すぎて逆に普通に見えてきたで間違いないです。主任かわいいよってやってますけど、ありがとうございます。鹿の長男来たってやってますけどね。あ、ちょっと電波止まってる、ちょっと待ってくださいね。はい、スピードテストしますね。トナカイ主任の岡の名前ってやってますけどね。岡の名前ですか？岡の名前、キミコです。キミコ、あー、すごい、ほんとね、みんな好きですね。まあ、岡の名前はいつも聞かれるのが、はい、定期コメントになってますけどもね。はい、ちょっと待ってくださいね、今回線ちょっとチェックしますので。よいしょ、電波立ってる？あんたかい、もうまた内部犯や。内部犯、え、出ないんですか、あの人？すいません、事務員の人。キミコなら抱いたぞってやってますけどね。ひどいな。ひどい。店長が後ろに行っちゃった。やってますね。ちょっと待ってくださいね。主任これ臭いわ。臭いでしょ。ちょっと待ってた。TMT 入れるから。ちょっと待って。そうですね、今250人。わ、これ店長もう一回この数字を、あ、じゃあ一回止めて、ローカルの話で、林田コロッケはでもローカルではないですけど、結構有名ですよ。あ、来てますかね、ちょっと待ってくださいね。いけた、OK、いけましたね、はい、いけましたね、すみませんでした、お待たせしました。はい、なんちゅう絵で止まってんねんってね。なんか絵が可愛いってありますけどね。絵が可愛い、はい、奈良県の親子です。親子。はい、ということで誕生日も一緒に、ね、誕生日一緒なんですか？はい、同じ10月25日。いや、仲良し。事務員のね、お名前よろしいですか？杉本です。あ、杉本さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、杉本さんに質問ですが、ピンクのネクタイ締めちゃう人ってどう思いますか？なんかね、見かけたことありますけど。見かけたことあります、ね、後ろにいます。なんか後ろにいますけど、はい、どうですか？可愛いですよね。あ、可愛い、うん、あ、可愛いということでね、はい、あ、ピンクよく似合ってますけどね、はい、よく似合ってますね、はい、どう思いますか？お父さん、お母さんも前田主任に送別してもらって。あ、なるほど、でもちゃんと使ってるってこと。使ってます。アピールしとかないと。はい、来たよ、ありがとうございますね、大丈夫ですね。はい、戻ったらいきなり引きこもりの息子がおったって言われてますけどね。あ、そういう映像にもいいですかね。じゃあちょっとアップで撮ってもらっていいですか、2人。はい、お願いします。恥ずかしいですね。親子ですもんね。そうですね。せんと君の衣装は貸し出ししてくれるよって言ってますけどね。せんと君の衣装着ますか？そうなんですか。え、着るんですか？着ますね。はい、はい、はい、じゃあ、事務員さんね、杉本さん、はい、なんとニコ生のヘビーユーザーということで、はい、放送ね、見ていただいてありがとうございます、本当に。いえいえ、毎日コメントしてます。ね、ありがとうございます。奈良コメントは大概この杉本さんだったと。高木店長ではなかったんですけど、ね、はい、そうです、はい、こういうようなステマですけどね。どの放送が、いいとかあります？面白かったとか。うん、店長集結が一番面白いですね。あ、やっぱ店長集結、それはね、もういいところですもんね、はい、なんかお気に入りの店長とかいるんですか？
ジージー。お、ジージー？ジージー初代店長なんで、はい、あ、そうですね、はい、一緒にあるんですか、お仕事、はい、されてた、はい、じゃあちょっとジージーの裏話とかあれば教えていただきたいんですけども、ジージーの裏話はいっぱいありますよ。ある。でも、はい、放送では言えない。言えない。言うたあかん。はい、言うたあかん。それちょっとヤバくないですか。はい、ね、まあ、JR 奈良駅前店、オープンして7年ぐらいですか。6年、7年ぐらい。そうです、もう今年で7年目、はい、ジージーかって言われてますけど、そうそう、ジージーと一緒にね、お仕事されてたということで、はい、あ、おー、ジー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 ネタ聞きたいという人結構いますけどね。あ、じゃあ僕ありますよ。あ、じゃあちょっと1個ここでもらっていいですか。ジージーはすごい寒がりなんですけど。あ、そうなんですか。めちゃめちゃ寒がりで、あの、下降りてきたらすごい暖房の温度を上げられるんですね。で、お客様がもう額から汗だんだんに流しててはい、はい、僕が店長、お客様熱ってますよって言うてるのに、はいはい、いや、年寄りは寒かったら打てへんよって、あの、もう独断で温度めちゃめちゃ上げられるんで、まあ、ジージが降りてきたらもう僕は温度で分かります、はい、あ、来たなと、はい、なるほど。いや、今もね、そういう風潮あるんですかね。今店長ですけども、サイトの時も、はい、すごい言ってました。あ、同じこと言ってた。冷え性寒いねんって。まずは、はい、出勤してきて寒いねんっていうので怒るって。だってジージめっちゃ細いでしょ、はい、あれはね、もう皮ばっかりっていうかね、脂肪がなかったので、あれはちょっと寒がりかなと思いましたけど、いやね、あの、皆さんが汗かかれるぐらい暖房を上げるというね、あの、店長の配慮なんですかね。じゃあその辺もね、ちょっとあの、またジージが放送出た時に聞いてみたいと思いますので ね、はい、京都人の面白さでね、タコタコの影武者と言われてますけどね、なんか奈良のこの駅前のいいところみたいなのあります？なんか美味しいお店とか。俺多分奈良ね、あの、勤めて長いと思うんですけど、朝は奈良駅前店に鹿が来ます。あ、鹿来るんですか。はい、鹿来ます。へぇ、本当ですか。はい、本物の鹿。三条通りのところ歩いてます。へぇ、すごい。たまに店の前まで来てます。そう。それいいですね、ちょっと面白いかも、はい、シャメ欲しいですね。シャメ、はい、シャメ、はい、あれ、これ見ます。これ誰が撮ったんですか。店長、高木店長。ちちちょっとアップすぎません。これね、あの、店長のグループラインで回ってるらしいですけど、めっちゃ笑ってる。うちの父親に似てる。あ、寒がりのところかな。だからいっぱい写真ね、高木店長撮ってますんで、パパラッチって言われてますけど、巷では。あ、この間ですか。最近、昨日です。あ、昨日銭湯、本当、はい、それは見せないんです。それは見せないということで。いや、ちょ、企画どうします、本当に。なんか、やりたいこと、なんか見たいものとかあります。虫は食べたくないです。虫は食べたくない。フリみたいですか。いいフリですね、これ。あ、押すな、押すな、な感じ。虫食べます。出てきますよ。多分、本当に持ってきますけど、いいですか。僕は絶対食べないですけど。事務所にありますんで。稲子は食べれるけど、あの、有玉は無理。有玉とね、タガメと。タガメはあれ、味ついてるんですか。あの、ちょっとね、香ばしい香りが、香草があるみたいで。ゴッティ食ってましたもんね、これ、バリバリ。あれはすごかった。あれを食べてはりましたね。そうですね、あれは、あの、だいぶ店長のハードルが上がったような。そうそう、まあね、他の人もちょっと、ああいう感じでやるよみたいな感じで言われそうですけど。まあ、店長集結の時ね、あの、いろんな罰ゲーム持ってきてくれっていうふうに言われてたので、うん、あの、まあ、結構エンデックの事務所にあるものをかき集めて持ってったんですけども、ね、まあ、虫はやっぱりね、あの、みんな嫌がって逃げてましたんで、うん、そんな中でね、野崎の新店長は頑張っていただけたなと思いますけどもね、はい。まあ、企画的にはね、今なんか海売ってくれとかね、こう、マニアックなものをこう売ってくれみたいなのが出てますけど、はい、どうしますかね。バーたこ焼きはとりあえずやるっていう感じでいいんですか。まあ、そうですね、うん、はい、やりましょう。普通分からないです。分からないです。あの、バーたこ焼きって言ってね、あの、たこ焼き店長シェーカーを持ってるんですよ、自分で。へえ。まあ、それ罰ゲーム用に買ったんですけど、それを入れて、あの、まあ、例えば原液なんかいろいろあるじゃないですか、調味料みたいな、あの、黒酢だったり、まあ、飲みジュースだったり、うん、まあ、そういうのを混ぜながら、こう、あの、いろんなものを入れてシェーカーして、ちゃんとあれですよ、名前をつけるんですよ、テーマって。そうそう、テーマね。そうそうそう、こう、例えば赤色でこうちょっとドロドロしてたら何々みたいな、ね、名前をつけてそれを飲んでもらうって。いやー、ちょっとね、やっぱりこうお腹に入れるとね、ちょっとあの、次の日にえらいことがありますんでね、うん、まあ、ちょっとお口に含む感じなんですけども、そうそう、まあ、そういうのをちょっといろいろされてきたので、まあ、バーたこ焼きもありなんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、どうですか。
やりましょう。飲みます。あ、飲む。やっていただける。言ってますよ。大丈夫ですか。お願いします。お願いします。食べます。はい、稲子送りますかって言われてますけどね。稲子送っていただけますかね。虫よく食べれるよねって、俺絶対無理って言われてますけど。いやー、いける人の方が逆に、ね、少ないですけど、いや、作ってる方もね、結構グロいんですよ、あれ。はい。履歴書にタガメ食えるって書けば通りますかって言われてますけどね、彦田さん。ぜひお待ちしております。やる気があれば。3.5 次審査ぐらいでベスカでこう、ね、採用としてもらえるかもしれないですね。そうですね。いやー、君来いって言われるかもしれないですけどね。いや、ぜひ、じゃあ、彦田さんね、あの、もう叩いてみてくださいね。はい。じゃあ、あとどうしますかね、これ何時ぐらいまでします？一応今、1時間ぐらいですけども。ぼちぼち。そうですね。だって今日放送あるんでしょ？今日は、私担当じゃないんですけどね、あの代わりの、 あの、梅花月ソラリンゴが今日は梅北の放送ありますんで、月曜か、はい、そうそうそう、言われてますんでね、まあ、罰ゲームとかはね、もうあの本当にそのお店のカラーですんで、はい、まあ、やるもやらないも自分次第で、ご当地で何かしたいですね、なんか、うん、まあ、奈良漬けとかね、いろいろ出てましたけど、あとは、うん、その奈良の皆様には見てもらいたいなっていうのがあるので、そうですね、それは宣伝告知は。なるほど、しっかりしていこうと。そうですね、はい、あのせっかく、まあ、あとその近くに近隣にね、桜井の方のお店もありますの で、 そうです、ね、うん、まあ、合同で何かしていただいても全然構いませんですし、はい、まあ、そうですね、まあ、バスゲームとかはね、まあ、金曜日とかはやってない放送もありますので、はい、まあ、その日はもう全然お任せしますので、別にエンデク側からやれって言ってるわけでもないですし、まあ、店長たちがやりたいって言ってるのでそれに合わせてやってるだけなんで、はい、そこは勘違いしないでいただきたいですけどもね、はい、強制はしてませんので、はい、全然あの大丈夫です、はい、まあ、あとパチンコスロットとかもどうしますかね、一応縛りがある放送とかもあるんですけど、はいはいはい、どっちがいいんかな、どうですか、どっちも打たれます、どっちも打ちます、どっちも打つ、でもスロットの方が好きです、あ、好き、あ、なるほど、はい、詳しいですか、台とかは、そこまで台ですか、はいはい、そこそこ詳しいと思います、そこそこ詳しい、なるほど、まあ、スロットを、ね、メインでやるのもいいですし、まあ、パチンコメインでやるのも、ね、まあ、どっちもこういいところ取りでやるのも全然あのその時の雰囲気で選んでもらってもいいんですけどね、なんか食べ物配信やってくれってさっきコメントありましたけど、どうします、やります、まあまあ、うん、1ヶ月に1回ぐらいやりますか、まあ各週なんでね、はい、どっちかはそれになりそうですけどもね、なんかあのジャグペタの時は出たいっていうふうにおっしゃってたんでね、ジャグラーがめっちゃ好きなんですよね、そうなんですか、じゃあもうジャグラープロということで、はい、いやその時ね、まあ、はいはい、初期前にね、はい、よく打ち込まれる、まあ、あの事務の方はね、ちょっとおそばが多いっていうふうに、ちょっとあの、そうですね、あの、会社説明会でもお話いただきましたので、まあ、ちょっとね、こう、ジャグラーって感じですかね。まあ、ジャグラーの企画も、あの、いろいろやってるお店もありますので、まあ、そこと一緒に、こう、バトルというかね、あの、曜日対抗でやっていただいても全然構いませんので、うん、まあ、その時はぜひ、杉本さんね、出ていただいて、ちょっと、腕の見せ所をね、はい、期待したいと思います。まあ、スロの方が人集まりにくいけどねということで、まああのまあ、スロットの方がやっぱり単調になるんですかね、こう配信的には、はい、まあ、パチンコとかだと演出が結構たくさんあるので飽きはしないと思うんですけど、どうしますかね、まあ、とりあえずなんか食べ物とか絡めていきますか、ご当地のものとか、まあ、基本自由、自由でいいですか自由、まあ、水曜日とはあんま変わらなくなりますけどもね、はい、いや、まあまあパチンコがメインなんですかね、どうなんですかね、まあ、寝台に売り切りですか、うん、まあ、ならちょっと寝台特殊って言ってたんで、まあ、できるものとできないものもあると思いますんで、店長、うん、最近はスロットパチンコ、僕は最近何見たやろ、はい、ガンダム初めて見ました、あ、ガンダムどうでした、 3回ワンセットでしたっけ、あれ、そうそうそう、あれなんかでもなんかややこしいですね、ちょっとややこしいですね、うん、まあ、あのちょっとこう思ったよりは受けが悪かったかなっていうのはありますけどねまあ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 、まあ、あと2週間ありますんでね、まあ、いろいろ企画は練れると思いますので、まあ、その辺ちょっと打ち合わせしながら、そうですね、まあ、今日いただいたコメントもちょっと何個かありますので、うん、まあ、海配信するときはちょっとこう海の幸ちょっと店長やばいかもしれないですけど、まあ、そんな感じで、エンデク側のその経費的なもん大丈夫ですか、経費、まあ、あんまり高くなければ高くなければ結構ね、キコーナさん、あのバスゲーム結構かかってるんだよ、そうそうそう、はい、まあ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 、そこはね、もうあのだから持ち込みでやるのが一番、まあまあ、でも全然あの大丈夫です、店長集結の時はさすがにやっぱりちょっとね、こう盛大になりますけども、まあ一配信だけだと全然問題ないので、これは拾えてないんですかね、いや、多分マイクとか、あとまあ私の声がちっちゃいんですかね、申し訳ないですけども、はい、ぜひムッシュ VS たこ焼きお願いしますってことで、やりますか、あ、いいっす、全然
まあ、来させますし、やつも。あ、なら来てもらえます絶対来へんわ、なんだろう。じゃあ、不正がね、確か各種第一か第二になるかがちょっと分かんないんですけど、まあ、あのその頃合い見てやりますか、うん、毎回ホットプレート料理作ったらいいやんってなりますけどねそれも面白いから大海の海配信、これはダメ、うん、それはカットでいいですかね大海の海配信はダメということで、まあ、一応ね、僕まだ来て3週間ですから、そうですね、まだね、まだちょっとその辺はこうディープなとこは、はい、徐々に出してなかったまあ、もうちょっとしたらバレていくと思うんですけどね、はい、まあ、いろんな店長とかもね、あのぶっこんでくると思いますので、はい、ジャグラーで競ったらってね、言われてますけど、まあ、ジャグラーもね、あんまりやりすぎるとその絵的にね、なんかこう地味というか、ハルさんのリーチ名で出すとか、ね、面白いですやりますそれ、いや、いいですよ、全然やってもらって、はい、まあ、得意ですか、ハルさん、そうでもよく打つ、昔はよく打ってましたよね、ハルさん、最近はちょっと打ってない、最近は、打ちに行く時間があんまないですかね、まああのね、スイモさん出るときは絶対ジャグラーとかも固定で出ていただいても構いませんので、本当にジャグラー企画結構やってますよね、ジャグペカであったりとか、うん、あのビッグかレギュラーのロシアンやったりとかね、うん、結構面白いと思いますので、ジャグパルでビッグかけるたびに相手に罰ゲームでって言われてますけどね、ジャグパルでビッグ当たるたびに相手に罰ゲームさすっていう、どうですか、ジャグ全然私パルサーで、あーなるほど、2人でね、でそのビッグやった時にもう店長に全部罰ゲーム受けてもらうとか、ね、それいいですね何でもできますね何でもいかんですけどね、奈良のピンク店舗紹介コーナーはぜひ近くにいっぱいありますよ、店長ひどいっすねいやね、その辺はやっぱりちょっと地元にね住まれてる方しかわからない情報もありますので、まあ、その辺もちょっと期待して、宇治まで30分にできる、京都の宇治押しますね自分でぶっ込みますからねまあ多分ね、ぶっ込み配信とかも多分ケーナワードとかね、そうですね、ピンク店長がおすすめするピンクスポットですかと言われますけど、ピンクのネクタイだけにねそうそう、ピンク店長ね、いいんじゃないかなと思いますので、じゃあ奈良のカラーもちょっとピンクっぽくしておきますかダメダメ、奈良はちゃんとこう、ね、奈良の放送したいよね、なるほどね、まあ、ピンクはまたおいおいということでいいですかねピンクは違ってムッシュさん、まあまあまあ、まあ、伏せのカラーピンクですんで、はい、あの放送枠もね、持ってってから、そうですね、あの薄いピンクでもいいですけどもね、はい、ゲスパワー増えた、そうね、ゲスパワー奈良にも増えましたんでね、一応、奈良の初回放送が4月の9日になりますので、一応変則的になるんですけども、はい、4月の9日と16日が奈良放送で、第1週、第4週、第5週は一応森口の放送になってますので、はい、まあ、あの各週というかは、まあ、ちょっとあの変則的なすいません、スケジュールになりますけども、まあ、今後ね、5月以降もちょっとそういう感じで変わるかもしれませんけども、まあ、その都度あのお知らせはさせていただきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします、はい、ちょっと入り替えの兼ね合いで、そうですね、どうしても、うん、まあ、それはもうお店と、ね、お話しし合って、はい、あの OK 出れば全然あのやってもらって構いませんので、はい、私たちはそれに合わせて動くだけですので、はい、多分ね、今後あの出ていただくと思うので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日はこんな感じでいいですか。そうですね。店長、なんか言いたいことないですか。言いたいこと。言いたいこと。なんかありますかね。お店告知とかいいですか、今日。お店の告知は、これどうなんですか。大阪って、はいはい、機種は言えないじゃないですか。そうですね。奈良は言えるんですよ。奈良どうやったっけ。やめといた方がいいんですね、そう一応。まあ、心霊理解いつとかっていうのは言っても大丈夫なんですか、そういうのは。その辺はちょっとこう厳しい、あ、近々ぐらいで、あ、で近々で、あ、奈良は言っていいよって言われますけどね、いや、まあ、まあちょっとね、そのどうなるかちょっと分からないので、あの、はい、店内の告知は OK なんですけど、はい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 、やっぱ電波に乗る分なんで、そうですね、まあ、全国っていうかねっていう意味でちょっと、はいはい、やめてたらいいかなっていうのが、まあ、あの信頼情報とか、まあ、あの入れ替え等はこの P ワールドでね、そうですね、P ワールドあれば、はい、確認していただいて、はい、まあ、あのキコーナーのアプリでも、JR 奈良駅前店の、店舗とかも出てきますんでね、うん、奈良駅前店花の刑事絶賛稼働中、来なさいありがとうございますありがとうございます、はい、奈良はネギの方が詳しいでしょうけどね、まあ、ここもともと通ってたですよね、ね、JR 奈良駅前店、まあ、人事の時らしいんですけど、どうもう知ってる、見られてるかもしれない、そうそう、もしかしたら覚えてますかみたいなそうそうそう、もともとお客さんだったんでね、はい、
奈良駅前はすごいあの通路が広いんですよってすごいあの言ってましたけどね、まあ、でも本当に快適な、距離だなっていうのを感じましたので、ね、昨年の12月にはパーソナルになりましたし、そうですね、あ、そうなんですか、はい、なるほど、全然パーソナルさらに広く、そうですね、本当に通路通りやすかったんで、お邪魔にならないというかね、お客様の中に全然不快には感じないと思いますので、はい、はい、神戸中央は入れ替えバンバン言ってるけどやっぱ地域性なのかな、わかんないですけど、大阪と、まあ、はい、ね、京都もそうですし、そうですね、兵庫も奈良も違うんで、はい、はい、まあ、またその辺ちょっと確認してみます、あの言えるのかどうかも、はい、はい、奈良はパーソナル、スロットもですかと言ってますけど、スロは普通、スロットは普通で、はい、まあ、まあ大体あの拡大係数機パチンコはね多いですけども、スロットそんなに効かないんでね、まあ、スロットは通常ということで、パチンコはパーソナルになっておりますのでね、ぜひ大阪府警が一番きつい、まあ、そうなのかな、ちょっと分かんないですけどね、まあ、でも規制に、ね、引っかかるとこの放送もできなくなりますので、そうですね、まあ、ほどほどに、ね、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、奈良放送は次は4月9日になりますので、皆さん木曜日24時、深夜放送よろしくお願いしますということで、お願いします。もういいですか、大丈夫ですか、何も言うことないですか、いいですか、わかりました。じゃあ今後もちょっとニコ生よかったら見てください、よろしくお願いしますということで、本日もね、こんな時間ですけどもありがとうございました。それではさよなら、ありがとうございました。バイチャバイチャ